はよう。おはよう。おはよう。朝のベッドの上が、朝のベッドの上に なんか好きになっちまった。なんて言うんだろう、ベッドの上、ベッドから降りて、あそこのなんだっけ、あのスタンドかけて座りに行く、行けない。ベッドから降りれないや。さかわちゃん、かわちゃん、パン、ありがとう。おはよう。リオさん、かわいい、ありがとう。ね。良き一日過ごしましょう。おはよう。セゴさん、めっちゃかわいい、ありがとう。おはよう。レア君、ハートありがとう。おはよう。髪の毛がめっちゃいる。ここに一人ストパーかけて、髪の毛のコンディションもいいですね。寝て起きても、おはよう、おはみーん。ねえ、トゥルトゥル、トゥルトゥルの潤い。寝起きドッキリしてみたい。寝起きドッキリしてみたい。それ私もかけたいな。寝起きドッキリ、寝起きドッキリってやってみたいよね。おはよう。あ、髪切れ、ありがとう。朝コメント、あ、大丈夫だよ。頑張ろうね、今日も一日。ありがとう、来てくれて。おはよう。あ、おはよう。安住はドッキリ仕掛けてる側と思いきや、される側ってだけ逆ドッキリ。逆ドッキリ、なんか、あ、ま、確かにありそう、そういうの。でもな、仕掛けてみたいんだよな。こんにちはとかやってみたい、今から。ずっと言ってるよね、これ。叶わないかな、今すぐは無理。でも意外とさ、でもさ、サンキちゃん入ってきたから。サンキちゃん、サンキちゃんに、かわいそうか、サンキちゃんか、どうなんだろう。寝起きドッキリってかけられたくないものか。でもかけられたくないものだよな、寝起きだしね、寝起きの顔だしね。そっか、かけてみたいな。かけれそうな、かけれそうな、なんか仲良くなってかけれそうな、かけれそうなぐらい仲良くなったら
けてみたいな。かけれそうなぐらい仲良くなります。じゃあおはよう。え、雷乗ってるの？マジで？そうなんだ。あ、でも今日天気悪い？なんかちょっとだけ雨が降るって聞いて、でも曇り？そうなんだ。全然雷まではなるほどの嵐じゃないですね。朝おはよう。寝起きドッキリしようとして鍵が開かなくてガチャガチャしてるやつ起こしちゃう。いや、やりそう。そのミスやりそうだし、やっちゃいけないミスだよね絶対。その確かに、あれあれあれ、なんか開かないんですけど、あれ鍵間違ってませんか、あれあれってやってたら起きちゃう。ターゲットが、おはよう。あ、ありがとうね。かわいちゃんにかけるのはコクか。あの、そんぐらい、かけれるぐらい仲良くなるの。仲良くなって かけれそうだったらかけてみたい。おはよう。なおつさんハートありがとう。アネミにどうぞってきてる。確かに家で一回さ試してみようかな、できるのかどうか。一人でもできるよ、やろうと思ってできる。姉ちゃんに今度いやもうね違うんよ。私何がやりたいって、カメラに向かって小声で喋りながら部屋入りたいんよ。いや違えばお姉ちゃんでやったら、そうな、寝起きだけで何がしたいって、おはようございますとか言いながら、こそこそなんかこう鍵開けたり、こそこそ静かに入って、そう猫じゃらしみたいなコショコショしたい。リンさん、初見さん、おはよう。ありがとう。おはよう。ファンの職場で働いてるとき、あずみんが変装して、お疲れ様です。エレベーターコピー機の前、あ、僕のコピー機使うかな、みんなコピー機の前とか立ってて。みんな気づくのかな、え、どう、気づきそう、もしさ仕事場にさあずみんがさ変装してたら、みんな気づくのかな、そういうの。おはよう、お仕事行ってらっしゃい、頑張ってね、行ってらっしゃい。おはよう。配信でやる。怒られる。何やってんのって。そうそう、おはようございますってやつってみたいな。小入り花子ちょうじゃね。そうそう、おはよう。気づくかな、まだ。確かに職場にもやるよ、身長で気づく。本当？そっか、ちっちゃいから、なんかちっちゃくねってあのサイズ感あずみんじゃねってなるのか。そっか、なんか自分の小ささ舐めてたな。そんな紛れれると思ってた、私の身長社会に紛れ込めれないよ。
ハイなんかヒール履いてカチカチ言わせてスーツ履いたらってもうスーツ別に着たことないんだよな。スーツ着てカチ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 言わせてたら、おはよう。ね。会ったことあればわかるかな。そっか、わかるのか。確かにそういうの楽しそうだ。変装して忍び込んでなんか。いや確かにやってみたいそういう。ともさん、初見さん、おはよう。ありがとう。このままでやんねそれはひどいよスーツ履くんよ。スーツ履いたら子供に見えないよ。おはよう。天使が多いからそっか、輝いちゃう天使ありがとうおはよう。ともちさん、くまぱんさん、くまぱんさんじゃない、くまぱんありがとう。まさとろうさん、くまぱんありがとう。おはよう。昨日さ、私さ、肉じゃが作ったんだけどさ、昨日ね、できる妹だったんです昨日私ね、できる妹だったんよ実はなんかさ、昨日なんかちょっとした用があって事務所まで行ってて、帰ってきたのが3時ぐらいだったのね。で、肉を冷凍してるの今家で、肉を結構1回にまとめて牛肉とか豚肉とか買ってて、それをラップに分けて冷凍して保存してて、使うタイミングで冷蔵庫に戻したり、なんか解凍させて使ってるのね。でも冷凍してるお肉だから、その冷凍庫からすぐ出して料理使ったらカチコチなの。だから料理に使う前は冷蔵庫に一回入れて、なんかちょっと解凍させるっていうか、柔らかくさせるみたいな工程をね、踏まないといけないというか、踏んだ方がよくって、だからお肉使う前は冷凍庫から冷蔵庫に入れ替えて使ってるのね最近。で今日帰ってきて、あ、そういえば今日ご飯だと思って冷蔵庫開けたけど、なんかこう材料らしいお肉とかもさ、あんまりその戻したりしてなかったから、今日何ご飯作るか決まってないけど、多分これ牛肉2人分の戻しといた方が多分これいいなってなんか思って、昨日ねで戻したんですよ、その肉を。で大体献立とかお姉ちゃんとか決めてくれたり、ご飯のね一番こう作ってくれたり、献立とか買い出しとかもしてくれるのも大体お姉ちゃんで、そうお姉ちゃんが主で一緒にやってるような感じなんだけど、お肉を一応戻して連絡入れてたのね、今日お肉一応戻しといてよって言って、冷蔵庫入れとくね牛肉って LINE 入れてたら、お仕事終わったお姉ちゃんから夕方、できる妹じゃんって
返事が返ってきてて、その肉入れたことにそうで、すぐ電話かかってきたから、うん、それが嬉しくって、どうも。そうでき、昨日はねずっとね、お姉ちゃんに言われた、できる妹じゃんっていうのをねずっと言ってた、できる妹だよって昨日だからできる妹でだったから、そう、肉じゃが、肉じゃがと作ってご飯も炊いといてくれるかなって言って頼まれて、おーできる妹だから何でもやっちゃうよって言って作りました、昨日肉じゃがだからね、昨日はねできる妹だったんです。私、おはよう、美味しかった、いい、美味しい肉じゃができた。やだ、いや、なんか気が利かないのね、あんまり。そう、あって、確かにこれやっとけばよかったって後からこう思うのに、気があんまり利か回らなくって、昔からね。そう、だからそういうお肉を冷蔵庫戻したといい方がいいよねとか、なんかこう明日忙しいなら洗濯しておいた方がいいよねとか、これ洗濯物布団取った方が次よく効率よく回るよねとか、そういう気があんまり回らなくって、言われたらこれやっといてとか言われたら OK ちょっとやっちゃうんだけど、そう、自分から気を使ってこう動けないのね、なかなかうまく、そこがお姉ちゃんの方が上手だから。そう、でもその牛肉は、うん、あ、これやっとった方がいいと思ってできる妹になりました。ちょろい、いや、ちょろい、なかなかちょろいかもしれない。でもね、楽しかった、肉じゃが作って、苦じゃないですね、全然。おはよう、キズモさん、レインボースターありがとう。お仕事いってらっしゃい、いってらっしゃい、頑張ってね。明日オープニングアクト、そう、褒めて、褒める褒められるともう嬉しいよね。さりげなくできたよくて、確かに頑張ろうと思いま、思ってます今。でもね、いろんなところに気が回せる人とか、めっちゃ周り見れてる人はめっちゃけんね、ずっとね憧れてる、ずっと憧れですね、そういう人かっこいいなと思うけど、頑張って真似しようと思って真似したりとかもしてたけど、前、昔、なかなかね難しいよね。そう、ほえーってしちゃうんです、なんかほえーってしちゃって、頑張っててもふとした時にほえーってしちゃって、なんか「おはよう」が、そうね、牛の日でうなぎ食べるってありますか。わ、え、ないけど食べたいねって話をした。え、いつなんだろう、土用の牛の 日って。5月か。え、待って、それをきっかけにうなぎ持ちかけてみようかな、お姉ちゃんにうなぎ食べませんかってどうだろう、二人暮らし、うなぎ、うなぎ、うなぎ食べたいな、持ちかけてみようかな、土用の牛の日なので。
でもうなぎ食べたいよね。うなぎ私も最近でもね食べたいねって話したよね。ちょっとあオープニングと嬉しい、楽しみ、待ってるねありがとう、見つける、やればできるかなんですやればできる。あバズラモンスターさんピカピカありがとう。花嫁修行、確かに花嫁修行、花嫁修行だね。ねえおはよう、気を配れる人なりたいなってめっちゃ思う。うなぎ高いのか、天板竹さんハートありがとう、音符もありがとう。あ7月くらいなんだね、そっか今度7月が牛の日なんだ。あじゃあめっちゃまだや、うわ口実がまだ遠のいてしまった牛の日うなぎ食べたい、でもうなぎ食べたすぎるよ、うなぎめっちゃ食べたいよね、美味しいよねうなぎね、うなじゅう、うなじゅう食べたいね。おはようありがとうばあちゃんありがとう、あいやえ嬉しい、おはよう、お仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。毎年違うんだね土用の丑の日って、何で決まるんだろう。あ夏バテ防止そういうことか、じゃけんな夏バテ、あそれでそうなんだ、知らなかった夏バテ防止って。そっか、めっちゃ5月ぐらいのイメージだった土用の丑のやれはそれが俺たちの天使なんか歌できそう、リズム感おはよう、おはみん、あ頑張ってね。確かに他の口実がどんな口実があるか、どんな口実で食べよう、たまに外食しないって言って今日は外食しないって言って、うなぎ屋さんに誘おうかな。うなじゅう食べたいよね。おはよう、くしねまで超えんの体力つけたいからって、うなぎいけたえなんでうなぎって体力つくの、なんでうなぎって体力つくんだろう、そういう魚なのかな、栄養満点の栄養満点とか、一人暮らしでうなぎは贅沢、えそうなんだよね、そうなんだよね、一人暮らし確かに実家に帰って、うわそうだよね、おはよう、確かに実家に帰ってうなぎ食べたいってお母さんにお願いしてみようかな。あコンビニで注文、えそんなのもあるんだ、知らなかった、コンビニで注文とか。おはよう、あ、お仕事頑張ってね、
滋養教場なんて書いてるの、滋養教場にいいの、うーん、滋養教場。うなぎ美味しいの寒い時期、え、そうなんだ。じゃあ食べるのは逆なんだね。食べるの逆なんだ。冬の方がいいの、意外とうなぎってね、栄養満点なのかな。今起きたぽよ、おはみん頑張ってあざとくならないくせも面白い、あざとばあよちゃん、今起きたぽよ、そんな私も使わないよ今起きたぽよはいいね、今度使うかな、今起きたぽよかわいい、ぽよぽよ、うなぎ、あ、いろんなものが豊富なんだ、ビタミン、確かに滋養強壮っていうのね、ビタミン、ビタミンが、ビタミン、牛丼屋の、あ、あるよね、よ、ん、吉野屋、吉野屋にうな丼がある、滋養強壮か、ねえママ、お母さんに会いたいママに会いたいです、なんか会いたくなるな、お母さんと弟とお父さんに会いたい、メルちゃんも会いたい、あ、好きやか、いってらっしゃい、いってらっしゃい、吉野家じゃなくてすき家だった、おはよう、今週会えるから今週はね、おじいちゃんにも会えるの、そう、おじいちゃん家にも行くから、みんなに会える、ねえ寂しくないようで、やっぱお姉ちゃんがいるからと一緒だからそんなに寂しくないけど、でもやっぱ寂しいよね、ね、寂しくなりますよ、おはよう、ね、元気だと、いや本当にね、元気かな、元気そう、でもこの前電話した時もお弟私言ったっけこれLINE のホーム画面ね、私ね、弟のね幼少期の写真お姉ちゃんと一緒に同じ弟の幼少期の写真にしてるんですよ。いやめっちゃ可愛い写真が出てきて、結構前に姉ちゃんと深夜フォルダーを見漁ってたのね、二人で、なんかなんだか知らないけどフォルダーをめっちゃ遡りながらお話ししてて、そしたら小学校の時の弟のめっちゃ可愛いなんか微笑みの写真が出てきて、そう、かわいいってなってホーム、あの、なんだろう、なんかアイコンの後ろらへんのホーム画面みたいなやつに二人で同じ写真今設定してる、おはよう、あずみにも会いたいぞ、ね、会いたいよ、私も会いたいよ、会いたいよ、ねえ、会
会いたいね。私も会いたいです。みんなに会いたくて近づきそう。あ、ご時間料ありがとう、ありがとう。おはよう。いじってないよ。いじっとるわけじゃない。いやでもほんと元を取って分かりやすいような感じ。写真知ってる知ってる、教えた。したら何やったんって嬉しそうに笑ってました。何やったんって嬉しそうにニヤニヤしてた。何やっとんって言いながら、おはよう。いやメルちゃんにね忘れられてる。いやほんとね、ちょっと報告するわ。メルちゃんの写真いっぱい撮って帰ってくる。仮面突き破って会いたいよ。みんなみんなに会いたい。おはよう。最近くしゃみとか大丈夫そう？大丈夫。え、そう大丈夫。なんかね治ったの。そう。大丈夫。治ったんです。ね、花粉症事件。花粉症事件治ったんよね。それが。そうなんよ。なんか何もむずともせんくなった。なんだったんじゃろ。ほんとね、あの何日間の話。めっちゃ平気ですね。そう急いでティッシュ買ったけど、そうあんまり使わず、めっちゃ使わずだった。買ったティッシュ。最近やっぱり花粉症じゃなかった。花粉症じゃなかったですね。花粉症じゃなかったんで私。やっぱ黄砂がさよく飛んでますよみたいな時期だったけん、そういうのもあったのかな。いつも以上に多かったとか、そういうなんか飛んでるものが。黄砂のせいかな。あ、ピークも終わったんだ。そっか。みんなも落ち着いた？だいぶ花粉まだかな。でも落ち着いてんのかな。だいぶおはよう。花粉症じゃないよ。終わった。一瞬だってもう 3日4日は続かなかったよ。2日3日くらいで終わったもん。鼻ジュルジュル、くしゃみくしゃみみたいなやつが。なんともないねえ。もうちょっとしんどいね。じゃあ花粉症の方、鼻の中入りって。ちょっとやだ。鼻の中入りたいわ。やだ。おはよう。もしかしてクシュンクシュンクシュン、熱がちょうどあるわ。あてだだだだだだってみて、クシュンクシュン。かわいいよね。恋は気分この恋途中の声ってこういうなんかこういう振りでさ、カノンでトコ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 って倒れていく、この振りめっちゃ可愛い。あ、5月の対バンで会えるね。え、嬉しい。早く会いたい。
早く会いたいね。おはよう。配信楽しい？よかった。ありがとうね。おはよう。花粉になりたい。いや、私も初めて言われました。鼻の中入りたいとか。花粉になりたいって。鼻探検隊ね。嫌だ。嫌だよ。癒し、ほんと癒し効果出てる。おはよう。アレルギーね、ない、うん、アレルギー検査ね、あんまりしたことないけん、私はもうね、アレルギーないと思って生きてるけど、検査してみると意外と見つかるのかな、アレルギーって。一応でも卵と牛乳はアレルギーだったらしい、昔ちっちゃい時。生卵も今はさ、納豆卵かけご飯がって言ってさ食べてるけどさ、ちっちゃい時は好きだけど食べ過ぎたらなんか気持ち悪くなってたの、卵かけご飯。生卵がにちょっと苦手で。ゆずきちさんハートありがとう。今はね全然食べれるんだけど、でもやっぱりね、卵だけは食べれない。食べれないわけじゃないけど、卵かけご飯はそんなにしないかも。納豆入れて納豆と一緒だったらめっちゃ食べれるけど、卵のみではあんまり食べないな、なんか自分から。見つかるのかな。でも検査したらね見つかりそう。引っ越して怒りなどで体が敏感。え、あるかもね、引っ越してね、ハウスダストなんとかみたいなやつ。キズモさんバラありがとう。そう、最近あずみ、え、でも明太子買ったじゃん、納豆卵かけご飯に明太子を乗せて食べるという、なんかレベルアップしたね、納豆卵かけご飯が。私もう昨日の夜からね食べたくて仕方なくて、今日絶対食べるんですよ、この後配信終わって食べる。レベル高い納豆卵かけご飯、ワンランクアップ。あのたらこ明太子を上に乗せて、え、猫、え、猫大好き。そうなんだ。そういうのもあるんだね、アレルギー。確かに。でも調べて、ワンちゃんアレルギーとかだったら私泣いちゃうよね。とろろ、そうなんだ。ただコップに入れてそのまま飲んで、しないよ。そんなそんな筋肉ムキムキお兄さんみたいなことしてません。はずみんと葵ちゃんと一緒。あ、元卵アレルギー。そうなん。葵さんもなの。なかなかいないもんね、そんなに多くないもんね。元、一緒だ。そうなんだよ。でもちっちゃい時、本当に幼稚園ぐらいの時で、お母さんも、もうなってあんまり軽度というか、そんなに重たくもなかったから大変じゃない？卵もさ、牛乳もアレルギーだったら食べないようにして、そのまま本当にアレルギーになっちゃって、食べれるご飯とか結構大変だから、まあ、その2つがアレルギーなのって、将来的に。だから関係なく食べさせてたんだって、卵も牛乳も食べさせてたら
治ったって言ってた。だからね、イクラが無理なのもあれもなんか魚卵魚の卵だから、ちょっとなんか濃いかったのかねっつって、体がなんか食べれないんだよね、イクラもずっと。お、サンフレ、楽しんできてね、サンフレね、豪華な納豆コラボ、高級納豆卵かけご飯にして食べます今日。明太子はねいけたんだよな、ちっちゃい時から大好きなの明太子。たらこはねめっちゃ大好きなんですよね。いくらはダメだけどたらこは好き。何の違いだろう、粒の大きさかな。たらこは粒がちっちゃいから食べれたのかな。そう、あらりょうじだけどね、まあ多分アレルギーが強かったら お母さんもやってないかもしれないけど、弱かったから、弱いっていうか軽度。何で分かったんかな、アレルギーって。弱かったから。でも良かったです、直してもらってて。今卵もさ牛乳もさアレルギーで食べれなかったら本当に大変だった。ありがとう、おはよう。とびっこは、とびっこは食べれるかな。うん、あんまり食べたことない。でもとびっこ自体、おはよう。つくだ煮、あ、そうなんだ。数の子も好き、数の子好きなんですよ。いくらだけいくらだけ食べれないの。いくらちゃん悲しんじゃうけど、いくらは本当に食べれないんですよね。なんか好きになれないの、いくら。痛風の俺、そうなの、痛風よく聞く、痛風ってどんな感じなんだろう。お腹一日に一回ご飯の話しちゃう。そう、ぬしさん、フルーツのサンドありがとう。それくらいだけなんだよね。あずみに会いたいなに。じゃあ私が治したのと同じようで、私はいっぱい摂取したら治るんじゃないですか。あずみいっぱい大量に摂取したら治るよ、アレルギーも。私の卵と牛乳と一緒で。サイズ大きいけんかね、いくらね。えお寿司食べたくなってきた。いくらのお寿司だから、パックでお寿司食べた時を買った時はいくらをね、お姉ちゃんとかは大好きだからお姉ちゃんにあげてますね。うん。そう、遊び寿司。今日は多分なんか結構さっきからもぞもぞしてたから起きてるよね。うん、今日はもう一回あれ告知、滋賀 FM で4時20分からラジオがあります。どう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 ど
ほばほ。ラジオキャッチ聞いてください。うん、リモート生出演2回目の出演になります。で今月からね、第3水曜 2.5 期研究生のあのレギュラーでの放送が始まって、その一発目になるので頑張ってきます。ぜひ聞いてね。4時20分頃からかな、 FM 滋賀ラジコでも聞けます。聞けますうん、ラジコでぜひ聞いてください。頑張ってくる。楽しみ、めっちゃ。でも楽しみだ。4時20分ぐらいか、30分間ぐらいかな。うん、ラジコで聞ける。リモートの、うん、リモートで生出演する。楽しみだ。なんかせっかくのレギュラーのね、機会をもらったので、ラジオあんまり、だこ月、ま、月に第3水曜日の、毎月第3水曜日で月替わりだから、たくさん頻度、一人それぞれに頻度は少ないかもしれないけど、でも一個一個ね、たくさん吸収してラジオちょっとお勉強してきますラジオ楽しみだ。うっちーさんファイト、ありがとう。自己紹介で押さないように気をつけますでも安住イコール自己紹介押すみたいな感じになってる、なってるじゃん自己紹介押すキャラ、やだなおはようね、初レギュラー滋賀だよね、嬉しいねおはよう、おはよう。今回のモードね、あったらいいな。ビールしてきます。キャッチフレーズはやらないかな一人だけだしね。うん、やらないかなおはよう。いや、楽しま…え、待ってね、期待しないで、期待しないで期待しないで、期待しないでくださいアザミーワールド全開にしないよ、やらないよやらないですよ、やらない、やらない、期待しないで。おはよう。徐々にだって前回初対面だからね、キッコさんっていう方なんだけどね、アナウンサーの方が MC の。おはよう。まあ明るく元気にアズミンらしく頑張ってきます
おはよう。もうそろそろいい時間だ。男女読もうかな。男女読もうかな。あ、メッセージもありがとうね。お便り見たよ。目通したよ。あの送ってくださったお便りなんつうか、目もうすでに通してます。ありがとうね。ありがとうございました。おはよう。じゃあ壇上を読みます。13位ロボリンさん、ありがとう。12位ナオズさん、ありがとう。11位マサタロウさん、ありがとう。10位ヌシさん、ありがとう。9位ウッチーさん、ありがとう。8位モモンガさん、ありがとう。7位トッチャンボーヤさん、ありがとう。6位カギ37さん、ありがとう。5位タカさん、ありがとう。4位奈良西さん、ありがとう。3位ゆずきちさん、ありがとう。2位ギズモさん、ありがとう。そして1位はドゥルル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 バン、シンゴさん、ありがとう。ありがとうございました。また夜配信お知らせするね。時間もありがとうございました。じゃあ4時20分頃からよかったら聞いてみてください。キャッチラジオ聞いてね。ラブありがとう。頑張ろうね。水曜日頑張っていきましょう。今日も一日いっぱいご飯食べて、いっぱい元気に。最近天気あんまり良くないよね。曇りがずっと続いてる感じ。曇りとか雨とかが多い感じですね。頑張ってきます。私もラジオ楽しんでくる。楽しみねえ。今日も曇りっぽいや。空がどんよりしてるよね。天気がね。ね、やっぱ晴れが嬉しいよね。頑張りましょう。ゆっくりとゆっくりゆっくりペースで。じゃあねえねえあずみんで終わります。せーのって言ったらねえねえあずみんって言ってください。いきます。せーの。なーにー、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。おやすみ。もうちょっともうやっちゃう。バイバーイ。いってらっしゃい。おやすみじゃない。いってらっしゃい。頑張ろうね。いってらっしゃい。バイバイ。